たまぎわジュニアチャンネル。たまぎわジュニアチャンネル。今日は参戦です。JFATV っていう YouTube チャンネルが、そこにジュニアのサッカーのフィルマッチもアップされてます、でその中からその年その年 の, あの大会の中から3試合ご紹介すると、これおすすめですよ。で見てもらって、わこんなにすごいレベルなんだと、また練習頑張ろうってジュニアの子たちに思ってもらえればなっていうのが趣旨。なるほど、趣旨。ここに来てシステムの説明があります。で、今回は、昨年のバーモントカップ。はい、あれですね。優勝するとカレーもらえるやつ？出ればもらえる。あ、出ればもらえる。はい。あの千葉県予選から。もらってますよ。もらったっけ？もらいました。もらった。全員もらいました。全然記憶ないんだけど。そう。この代の時は、カレーだけ持って帰りました。そうか。カレーと傷ついた心だけ持って帰りました。第32回全日本 U12 フットサル選手権っていうのも、JFATV にアップされてます。ところが、今日これをやろうと思って、昨日全部見ようと思って、試合を。フルマッチが出てるのは決勝戦だけでした。なので同参戦でいようかな。そうだね。どうする？思った結果、決勝は皆さん見てください。マジで。これすごかった。ね。じゃあ何を 3つ紹介するのって思ったら、もうダイジェストの中からこのプレーすごかった。このチームのナンバーすごかった。っていうのをもう紹介するしかないな。今日はそういう趣旨。大丈夫、素人がそれ選んでて大丈夫。そうですよね。でもうわっ、心のなった順に技術は分かんないけどそういうやつね。はい、すごいプレーたくさんあるんですよ。ダイジェストなんですごいプレーばっかりなんですよ。あ、なるほどね。その中からさらに厳選して、っていうのをやる。ちょっと偏っちゃったかな。まず決勝はブリンカール、愛知県のブリンカール対、兵庫県のヴィッセル神戸が決勝です、でそのフルマッチは見てほしい。でダイジェストの中から選んだ1つ目、ブリンカール、マリオフットサルスクール戦ですのキーパー 3-1 で勝ってて終了間際、相手のキーパーが放ったシュート、キーパーがスーパーセーブ。キーパーが放ったシュートを終了間際でキーパーも攻撃したんだシュート、ただこれフットサルってマジ5秒あって言って入る、入りますね。ここで入ってたら試合どうなってたか。なるほど、それ防いだんだっていう目線で見てた、もうラストワンプレーだったかもしれないけど、このスーパーセーブは熱かったんじゃないかなと思って、キーパーを。ちなみに、はい、マリオはどこの、はい、マリオは静岡。静岡かっこいい。やっぱりサッカー僕。そう。じゃあこれちょっといいですか。参戦ではないんですけど、マリオの13番。これ準決勝ね。同点ゴール決めたんですけど、そのチームとしての連動が半端なかった。一時1-1まで行ってブリンカール相手に。ブリンカール絶対王者です。あのスラムダンクでいうと山王高校。一時1-1まで行って、この試合3-1で、あのマリオ負けちゃうんですけど、この13番の同点ゴールもちょっと4戦ね、4戦じゃあ2つ目いきます、これも
グリーンカード10番マリオ戦準決勝です、うん、スーパーボールあるんで、これ、まあ、準決勝のダイジェスト見れば全部見れるんで、うん、この10番のスーパーボール10番半端なかった。じゃあ3つ目いきますよ、はい、グリーンカールこれまた偏っちゃった、すいません、マリオ戦ね、マリオ戦またつまりこのマリオ戦がいかに熱かったかっていうね、すごいですね、はい、10番と8番のコンビネーション随所に出ます。この2人やばし、決勝はヴィッセル神戸でグリーンカールって言ってね、ブルマッチ40分、10分ハーフなんですよ試合は、ブルマッチ40分、でフットサルって一回一回止めるんですよ試合は、エンド終わると。だから選手たちはハーフで20分動き続けてる、だからブルマッチ長いんで皆さんちょっとじっくり見てもらえる時に、これ千葉からはマルバが行ってて、でも決勝トーナメント行ってますね。頑張ってほしいね。ね、サンス。いやすごい。ちょっといろんなこと話しちゃったんで、いつものサンスより分かりづらかった。グリーンカールのキーパー、グリーンカールの10番、そしてグリーンカールの10番、8番のコンビネーション、これを見てもらいます。ちっちゃい子もたくさん出てて、まだ成長のね、差が6年生だと出るじゃないですか。その頑張りも、ヴィッセルの11番とかも分かったし、とにかく見てください。そしてバーモントカップ、千葉県予選そろそろ始まるから、ボルマーレさんとか、で当然マルバ出てきて、東亜、他にも、もしかしたらチーム紹介で行ったチームも出るので、ね、皆さんぜひ、カレーだけ持って帰らず。ここに出てくださいということで、はい、楽しみにします。以上、玉際参戦でした。ありがとうございました。ありがとうございました。スゴー農園の提供でお送りしました。青い空